では次ですね、はい、まあ、みんながよく気になっているであろう、うん、手足を速くする練習法、はい、どんな風にすればいいのかっていうのをちょっと、はい、まあ、メインテーマですね、はい、紹介していければいいなと思うんです。だいたいちょっと脈でいきましょう。じゃまず手からいきますね。で、それができたら両手。もう一回いきますね。っていうのを要は全部1分ずつやってあげます。手の、パターンを変えてあげるんですよ。で、なんでかっていうと、結構ツーバスの連打って、かなりバランスが重要です。上半身と下半身の。で、上半身が例えば、今、右手側のシンバルでやったじゃないですか。なんですけど、例えばハイハットでやります。当然、左側、まあ僕が見てですね、左側に重心がいっちゃうじゃないですか。で、右側に叩くときは右側に行く。そこに、要は、下半身が影響を受けちゃいけないんですね。それを受けちゃうと、例えば足のバランスが崩れて、右足だけ強くなっちゃうとか、逆に左足だけ強くなっちゃう。そういうのが、まあ、昔の僕ですね。で、結局、その無理したフォームで力んでやっちゃって、全然速くならないっていうことになるんで、ちょっとでも、なんか踏めてないなって思ったら絶対その次のテンポには行かずに、もうとにかくこれはですね、自分に厳しくなってください、はい、そうしないとやっぱ時間使ってやってるんでもったいないです。逆に、はい、まあ、なかなかテンポ上がらないと焦る気持ちは分かるんですけど、それでもそのしっかり自分ができるテンポで毎日やってあげるのが重要です。はい、本当にそうです。左手を練習するのに僕左で箸持ったりとか、ね、ありますね。絶対そう、左を扉開ける時絶対左で開ける、そういうことを中学生にこだわってすごい、そういうのありますよ本当に、はい、左がやっぱ動かないんで、とにかく器用にしてあげる、ね、僕も実際なんか恥ずかしいんですけど、テンポ40ぐらい差あるんですよ実は、右左、まあ、こ左右差、はい、右ばっか使うんで、はい、右は多分260ぐらいいけるんですよ、どんぐらいだ160、これできなかったら恥ずかしいじゃないですか多分冷えててできないです。130で、ありますね。早い、いきますよ。ちょっと止めましょう。まあでも、で、まあ、左は僕やらないですけど、はい、はい、想像してくださいどのぐらいできるです。で、要はこれもこの左手が暇なんで、はい、こうやってすぐハイハットに行ってあげることで、うん、回せるようになっているわけです。で、まあ、今結構ね遅かったんで、はい、なかなか伝わりづらいと思うんですけど、ちょっとこれをですね、はい、早く実演します。はい、じゃあいきます。じゃあまず最初の簡単なパターンです。右だけ回す。っていうのがまあ一つ目です、はい、で、もう一つの難しいやつは、はい、ありがとうございます。っていうのが、まあ、結構僕が使う2つですかね、はい、まあ、
2つ目はでも結構あの裏打ちに限られちゃうんで両手回すのは、うん、そんなに使うとこないですけど、本作で言うとヒューマニグに入ってるモンスターのサビです。実はサビですね、あれ。ちょっとマニアックな話しますね、はい、あの本当はちょっとスネア先を良いの分かります？はい。で回すとそれはできないんですよ、うんうん、だから僕が回してるときはパフォーマンスを優先してると思ってください。はい、ライブでは大事だね。だからさっき、はい、それがさっき言ったレコーディングとは違いますから、うん、ライブでもライブはライブで、はい、そういう風にそっちも重要視していきましょうというところです、はい。